メアリー・ハービー、ジェームズ・ヒース作、1798年。ハービー男爵夫人、メアリー・ハービー、1700年頃から1768年9月2日は、グレート・ブリテン王国の宮廷の人物。ニコラス・ベディ・ヒレッペル殉承とメアリー・ブルックの娘で、推定相続人の一人の娘として、1700年頃に生まれた。イクース教会のでは、 出生日を1700年9月26日としたが、宣令記録では1699年9月16日とした。父はドイツ生まれでページオブオナーを務めていた時の1698年に結婚、翌年にはイギリスに帰化した。1705年4月3日に新しい不評連帯を招集する事例を得て、1710年1月1日に順唱に昇進した。 直後に、イギリスのスペイン派遣軍総指揮官に任命され、1712年まで、勤めた。1715年、家族のつながりで、プリンセス・オブ・ウェールズ・キャロライン・オブ・アーンズ・バックの、メイド・オブ・オナーに任命された。マール・バラ公爵夫人、サラ・チャーチルによる1737年12月の手紙では、彼女が、生まれてすぐ、父の連帯のコルネットにされ、メイド・オブ・オナーになってから、 長年経った後に賃金を支払われた。彼女は極めて前向きで生意気であり、彼女がそれ以上従軍し続けることがバカバカしくなったため、サンダーランド卿が当時の国王ジョージ一世に頼んで彼女に年金が降りるようにした。という。メアリー・レッペルは宮廷では吉と美貌で称えられ、友人のメアリー・ベレンデンともその名誉を分け合った。アレキサンダー・ポープもジョン・ゲイも 彼女への惨事を書いた。ウィリアム・パルトニーと第四大チェスター・フィールド伯爵、フィリップ・スタンホープは共同で、モリー・モックのバラードの旋律から、新しいバラードを創作して、彼女を称えた。ボルテールも、彼女を気に入って、記の書き始めから始まる鹿を書いた。これはボルテールが書いた英語の鹿で唯一現存する、ものである。ハーベイ、ウジューノー・ザ・パッション・ユーブ・キンデルド・イン・マイ・ブレスト この鹿は後に、ロンドンの商人の妻であるローラ・ハーリーの旧愛者によって転用されたが、ローラの夫の離婚裁判で提出された証拠の一つとなった。後に、メアリー・レッペルと文通を交わしたホレス・ウォール・ポールも彼女を常に尊重し、称賛しており、1762年には自身のイングランド絵画のアネクドートを彼女に検定した。彼女の良識と画量は、 宮廷の女性からも尊敬され、祭人たちから称えられた。メアリー・レッペルとジョン・ハービーの結婚は1720年10月25日に公表されたが、実際は1720年4月21日に秘密結婚していた。その証拠には、イックワースで保存されている、初代ブリストル伯爵による1720年5月20日の手紙であり、ブリストル伯爵はその手紙で、 彼女の秘密結婚を祝った。1721年7月に、メアリー・ウォートリー・モンタギューから、マー・ハクシャク夫人に宛てた手紙では、ハービー夫婦の熱烈な愛情について書かれた。二人は読む男四条を設けた。メアリー・ハービーから1745年10月31日、ターロウーのジョージ・フィッツ・ジェラルドと結婚、ジョージ・ウィリアム・ハービー第三代ハービー男爵。 第2代ブリストル伯爵レッペル・ハービーから1742、1743年2月26日、初代マルグレーブ・男爵コンスタンティン・フィップスと、結婚、子供あり、オーガスタス・ジョン・ハービー第3代ブリストル伯爵、着出死のないまま死去フレデリック・オーガスタス・ハービーから1752年。エリザベス・デイバースと結婚、子供あり、ウィリアム・ハービー将軍生涯。 未婚アメリアキャロラインナッスをハービー生涯未婚、キャロラインハービー生涯未婚ハービー男爵が浮気していたが、夫婦仲は友好的で、厄介な子女たちにも尊敬された。子供たちは、両親の独特な性格を遺伝し、メアリー・ウォートリー・モンタギューをして、この世は男、女、そして、ハービー家で構成されると言わしめた。彼女は熱烈なジャコバイトとされた。 晩年は痛風に悩まされたが、彼女は夫の死後も魅力を保った。チェスターフィールド伯爵は1750年10月22日の息子に宛てた手紙で、パリにいるハービー男爵夫人を信じ、意見を求めるよう言った。彼は彼女の教養を称え、女性に必要な知識よりも多く知っているとし、彼女はラテン語を完璧に理解しているが、 賢くもそれを隠したと述べた。1768年9月2日、ハービー男爵夫人は68歳で死去、サフォークのイックワースで埋葬された。墓姫は、ホレス・ウォルポールが書いた。ハービー男爵夫人は、手紙作家であり、息子たちの家庭教師だったエドマンド・モーリス牧師に、当てた1742年から1768年までの、 手紙が1821年に出版された。また1824年には、サフォーク伯爵夫人宛ての手紙が2巻に分けて、レターズとして出版された。ブリーストル公爵は、ハービー男爵夫人の肖像画を2枚所有している。また、ストロベリーヒルコレクションが所有していた、アランダム製作の肖像画が1867年に、リフォード卿によって、 サウスケンジントンのナショナルポートレート展示会に貸し出された。同じくストロベリーヒルコレクションが所有していたミニアチュアからの版画はウォルポールのレターズで出版された。ありがとうございます。